CGS をご覧の皆様、こんにちは。メインキャスターの神谷壮平です。倉山充です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じっくり学ぼう日本近現代史第5週目第4話、王政復古の大号令、大久保利通の決断テーマで今回お送りしたいと思います。まずいつも通り前回のおさらいからお願いしたいと思います。はい、実は罠だった大政奉還、これどういうことでしょうか。はい、そうですね、まあ、解散しろ約束したじゃないか、三党合意はどうなったということで、はい、まあ、じゃあ解散しましょうみたいなノリで、はい、なんと徳川慶喜さんは大政奉還をして、はい、そこ、まあ、そんなお家が悪いんだったら、はい、じゃあ大政奉還して政権を天皇さん返します、はい、じゃあお前らは何ができるんだ、うん、みたいな、やれるもんならやってみろということだったんですね。はい、まあ、まさかお前一度失敗しただろうみたいなことは朝廷に向かっては言えなかったですが、はい、まあ、薩長に政権担当能力はないと呼んでたんですね。はい、で最終的にはまあ最大の軍事力を持ってるわけです。はい、それが官僚機構を自分は抱えてるわけです。うん、財務省じゃないですけれど優秀な官僚は自分の味方だと。はい、でその時に自分に泣きついてくるから、まあ、大名会議を主催しようと、はい、政界再編になった自分がチャンスだみたいな、うん、ね、はい、それを読んでたんですね。まさにそれですね。はい、でその時にちょっと不気味な動きをしていたのが岩倉具視っていう、はい、ありとあらゆる朝廷の陰謀の黒幕にされてるんですが、はい、まあ、岩倉さんっていうのは中級のお公家さんです。うん、上級のお公家さんに三条実美さんっていう人いますけれども、はい、この岩倉さんと三条さんの2人が、まあ、はっきり言えば統治者能力ある人、はい、明治政府で残したのはその2人だけですよ、ね、そうですね、あといらないみたいな、はい、感じでしたよ。うん、三条さんは、まあ、長州とくっついてるんで、はい、都落ちしたりとか、まあ、ひどい目に遭ってるわけです。そうですね。で岩倉さん中級なんですけど、孔明天皇に怒られて謹慎してる時期が結構長いと、はい、いうことで1867年になる慶応3年、ね、はい、ようやく孔明天皇崩御から、まあ、10ヶ月以上経って、はい、ようやく許されたと、許されて、うん、ことですね。はい、でこの方が京都の政界に出てくるとこういう構図になると。そうなんですね。で、まあ、まあこれで岩倉を通じて完全掌握までいかないんですけれども、大久保利通であるとか、はい、西郷隆盛であるとかの薩摩の発言権が朝廷の中で非常に大きくなると。はい、だから大名とか太政大臣とかトップの人同士でやってるんじゃないですね。はい、中級下級のレベルでやってると、うん、いうこと。でそれで、まあ、松平春嶽とか山内容堂たち、まあ、大名クラスの人たちですね、はい、これは慶喜を擁護して、うん、もう薩長の好きにさせてたまるかと、はい、若造どもに政権を渡すかと、うん、いて激しく争うと。なるほど、いうことなんですね。うん、で慶喜の思うツボなのかなっていうのはあれですね、結局自分に頼ってくるだろうということで思うツボと。だから政治が混乱すればするほど結局官僚を抑えてる、はい、自分のところに頼ってくると、うん、いうことですね、思っていたと。うん、そして12月の8日、まあ古豪所会議というのが行われまして、はい、まあ、さっき言った人たちが延々論争するわけなんですよ。はい、でこの時面白いエピソードがあって、岩倉具視と大久保利通がもう大名さんたち山内さんたちうるさいなみたいな話になって、はい、でどうしようかって西郷さんに相談するんですよ。はい、その時に西郷さんが担当一本あれば肩がつくじゃないかって言ったらしいんですね。はい、まあ殺せって言うんですよね。はい、もう いざとなれば。その時大久保と岩倉の答えがすごいんですよね。はい、あそっかああそういえばそうだった、そんな簡単な方法だったいいのかなこんなんて。いやでも政治って原点そこですからね。うん、その発言も結構すごい私今何にも振ってませんかいやいや歴史を見ればそうじゃないですか。やはり政治的な対立で命を奪われた人たくさんいるので、うん、まあ命がけっていう意味ですね。うん、はい、なんで私がフォローしてるの。いや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 自分で、ね、レッドゾーン飛び越えたんだけどさいやいや歴史に学ぶ、はい、歴史に学ぶですから、はい、ということですね。はい、で時間のうちで官職返せ、はい、土地は全部返上しろと、はい、700万石持ってるんで、まあ、日本の4分の1徳川さんですからね。はい、うん、まだまだ最強最大勢力なんですよ。はい、与党第一党なんですよ。それでもよく応じましたよね大名軍が。まあ、大名軍としてもやっぱり徳川家に対する厄介はあったんですからね。いや当然ありますよね。うん、で利用しようっていう腹もあるわけです。はい、なるほど。だから本当みんなぐちゃぐちゃですね。いつの時代も、うん、そうなんですね。はい、はい、で王政復古の大号令が、うん、まあこれ何書いてるか分かんないと思います。ね、はい、うん、僕も読んでても意味が分かりません。はいはい、まあ、上の方のポイントを言うと内府って内大臣の位を、はい、と体制を返上し、はい、で将軍辞めたいですって言った時に朝廷は実は辞めるなって言って、はい、でそれでこの段階で初めて辞表を取り上げる、はい、ね、
うん、白川さんの辞表を取り合えた安倍さんみたいな感じ、うん、だ総選挙が終わって2日後、主犯指名の前に、はい、あのね、あの従いますんで金融緩和しますって言った後、はい、あのお前辞表出せって言って出させたみたいな、はいはい、偽装降伏なわけですよ。偽装降伏は許さないと、はい、本当俺が殴り倒すまで許さないみたいな、はい、っていうもう徹底抗戦の構えなんですね、薩長は。実質朝廷の名前使って、はい、であとまあ神武創業の精神みたいなこと書いてますが、はい、じゃあちょっとあの王政復興の大号令、これじゃああんまりなんで、はい、あの私が分かりやすいあのまとめてみました、はい、まず慶喜の将軍辞めるのを許すと、はい、で摂政関白も廃止しちゃいます、うん、で慶喜の将軍の辞職を許すと同時に、まあ、江戸幕府そのものを廃止する内容になってるんですね、はい、だからあの摂政関白それから将軍っていうのは朝廷が政権を失ってから、まあ、藤原氏とか平氏とか、まあ、徳川家まで、はい、あの代わりに政治をしてたと、それをあの許さないと、はい、で京都政局を抑えるっていうのがすごい重要なんで、京都守護職、うん、京都所司代を廃止する、はい、で代わりに仮に総裁議場参与の三職を置いて、はい、という、まあ、当面の暫定的なあの宣言なんですけれども、うん、まあ、すごい理念的なとこ大改革とすごい目の前の現実的なことが混在している内容なので分かりにくいですけれども、うん、ポイントは法令的には2つあって、はい、律令以降の制度を全部廃止する、はい、事実上のこれ憲法無効宣言と一緒なんで、うん、で、まあ、神武創業の精神にのっとり、はい、先例にとらわれない改革をやっていいと、うん、だからあのその摂政、摂関政治とか幕府政治とかそういうものはあの偽の憲法であると、はい、まあ、ずっと現実に続いてきたんだけれども、まあ、これはもう一切なかったものにすると、うん、今後は認めません、はい、でもう一切なかったものにした上で、でも現実に摂関政治それから幕府政治の下で法律がありそれから裁判も行われ、はい、政治社会は動いていたわけです、うん、でその動いて700年経った現実があると、はい、それは今までその700年の間を全部無効にした瞬間と同時にあの確認してる、うん、天皇はこれができるんですね、はい、だから国会の決議で憲法無効なんかできない、うん、天皇は摂政関白将軍の上にいたから今まではそれやってきたけれども、もう無効にして同時に有効宣言すると、はい、いうことはできるんですね、うん、一番上の憲法だけ廃止してそれ以下の法律判例全部認めるっていうことをやったと考えてください。これやるんだったら憲法無効やっていいですよ。なるほど。国会決議ってだって国会議員が日本国憲法で選ばれてるのをどうやってやるんですか、うん、革命じゃないですか。よりどころのないところで違法行為じゃないですか、うん、違法中の違法じゃないですか。天皇がやってるからこれ合法なんですよ、うん、そうか。平成の平成復興をしないとですね、平成の王政復興をしないと憲法無効宣言ができないと。そうなんです、ね、天皇陛下以外ができない、うん、それやるんだったらどうぞ、うん、話ですよね。なるほど。さて政局の幕末の人事見ていきますと、はい、その後の人事ですよね。こういう人事で決まってた、はい、家持に婚約者を奪われた有栖川の宮さん、はい、絶対裏切らないですよちなみにあの関ヶ原の戦いの時に細川ガラシャって愛妻を殺された細川さんが先鋒なんですよね、はいはい、愛妻家の奥さん殺しちゃいましたからね、久光成で先鋒に任したって絶対裏切らないですか、はい、うちの奥さんを横島の目で見たって言って部下の目を潰すような人の奥さん殺しちゃいましたそんなことしてたんですか。やった、むちゃくちゃな人細川の殿さん、はい、森弘さんのご先祖ですけど、うん、みたいな、はい、まあ そこまでいかないですけど、有栖川の皆さん、はい、まあ恨み骨髄ですよね、うん、で議場っていうのがまあ奥家さんですよ、はい、これは知ってる名前神谷さんいます。奥家さんは知らないです。もう最後の2人ですよね。松平春嶽と山内容堂、はい、それから尾張藩の徳川義勝、はい、お前何やお前徳川家のくせ真っ先に朝廷についてんだって、まあ、前も言いましたけど尾張っていうのは、はい、あの徳川将軍家の最大の敵、うん、だ暴れん坊将軍で吉宗が俺が吉宗だって言った瞬間全員がかかってくるみたいな、ね、将軍を奪われたみたいな水戸黄門の逆印籠あれの逆将軍なのかじゃあ殺せうちから将軍職をさらっていったやつだみたいなそういう関係です、はい、でもこの徳川さんの弟2人が会津と桑名で慶喜を支える、はい、だって本当政界当時の勢力政界地図でいうと、はい、将軍家に次ぐ御三家筆頭の尾張家があの朝廷にも組みしながら一橋にもかけてる、はい、弟2人を政権入りさせてる、主流派の中枢を示させてるみたいな、うん、そんな細かいこと今教科書出なくていいじゃないですか、はい、
で今の政界でもいろいろありますよね、うん、みたいな。だから長州なんてよく教科書に残ったなの人だし、こう考えだっていないですよ。いないですね。もう下の方にもうすらいないですね。だってつい最近まで逆賊だったんですよこの時点で、はい、そうですね、うんうん、で尾張越前秋土佐薩摩、はい、長州どこみたいな、うん、で岩倉具視が三与っていうところでいて、はい、で西郷大久保ってまあいますよね、はい、あと後藤象二郎とか福岡高近この辺りまでなら教科書出てきますけど、はい、あと誰も言わないよね、うん、知らないですね私も。でこれで薩長って有利ですか。特に長州、はい、いないですよね、はい、後の明治政府の原型ここで見えます。全く見えないですね、うん、まあ、うん、かけらぐらいですよね、はい、だって西郷大久保だってまだまだ下級ですよ、うん、なるほど。つまり、まあ、王政復興の大号令は出たものの、うん、まだまだ慶喜に有利な政局が続いていたんだと、うん、いうことを理解しなければいけないですね。そう、寄せ集めなんですよね、はい、でただ、まあ、これで徳川がまだまだ有利なんだけれども大久保たちとしても、うん、薩長としても、はい、まあ、一番トップが有栖川宮さんで自分で政治、うん、裏切らないっていうのはあるにしても、はい、自分で政治やる能力ある人ではないし、はい、その立場ないじゃないですか、はい、だからそこに自分たちの意見が通る余地があると、うん、だから変に有能で言うことを聞いてくれない人よりも、はい、まあ、無色透明な言うことを聞いてくれる、はい、人の方がいいみたいな政局になるわけですね、はい、そこで大久保利通を決断と、うん、ですね。大久保も、まあ、慶喜有利っていう状況、はい、まあ、重々承知してて慶喜が信用できないと、はい、ね、日銀が金融緩和やりますって言ったって信じられるか、はい、そういう話だ、はい、徹底抗戦だと、なるほど、天王山は本国町にあり、はい、みたいなのが次回ですね、はい、で次回が鳥羽伏見の戦いにつながってくると維新回転なるというテーマでお送りしていきたいというふうに思います。はい、先生今回も非常に充実な内容ありがとうございました。はい、どうも、はい、またお願いします。公開収録のご案内です。次回の公開収録、神谷宗平が聞く、6月8日午後6時30分より、会場は学び場333にて行います。今回のゲストは衆議院の小池百合子先生です。環境問題、防衛問題、さまざまな経験を持たれる小池先生からいろいろなお話を聞いていきたいと思います。ぜひ皆さん会場にお越しいただき一緒に勉強していきましょう。みんなで日本のスイッチを入れる。